Hello everyone. Dajahan. Gekijou ban Kimetsu no Yaiba Mugen Ressha Hen Koukai Kinen. Voice! Asuke! Minasan konnichiwa. Kamado Nezuko yaku Kito Akari desu. Yoroshiku onegai shimasu. Soshite Agatsuma Zenitsu yaku Shimono-san desu. Yoroshiku onegai shimasu. Beben. Beben. Arigatou gozaimasu. Sugoi. M mo. M mo iru. Seikai kaite haru. Akaza mo ite. Inosuke Zenitsu. Nezuko-chi. Nezuko-chi. Kawaii. さあ、続いてはねずこを見ていきましょう。こちらです。あ、可愛い。可愛い。非常にこうねずこ魅力あふれるシーン多かったですけれども、この一連どんなお気持ちで演じられましたか？そうですね。やっぱりなんていうのかな、ねずこちゃんに関して言えば、しもさん、しもさん、うちのねずこが喋ってるんだ。ねずこちゃんの感想を聞かれたんじゃないの？可愛さでしょ？ねずこが喋ります。あ、ごめんなさい。僕の単じゃなかった。ちょっと寝ててください。 楽しい。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 楽し
ないかなと思って。善逸を演じた下野さんはいかがでしたか。そうですね、スケベ、スケベ。そうですね。こういうふうにね、周りからいじられたりとかするぐらいね、本当にまあスケベなんですけれども。言っちゃった。まあスケベ、スケベっていうか、もうとにかく本当うるさいキャラクターですね。もともとオーディションで受けた時からもう自分の声がうるさいなって思うぐらいですね、叫ばせていただきましたけれども、本編に入ってからもですね、すごい、まあ、うるさいと言われつつも、いざ雷の呼吸、一の方霹靂一閃をですね放つ時には、ギャップがあるくらいですね、こう静かでかっこいいと、評判のイケメンです。演じてて楽しいです。あと、ねずこちゃんが好きです。びっくりした。下野ひろです。3と2と1と3。なになにいらっしゃいませ。乳首ハトムネ。3と2と1と3。バカバカ、かんだし、なんのね。